にちは、高木義成です。今日は片手パンチングについてお伝えしたいと思います。片手パンチングのポイントは両手パンチングと同じで、しっかりと面を作る。親指を中に絶対入れないでください。しっかり出して握る。これは親指骨折の恐れがあるので絶対にやめてください。あとはアッパーカットだったり叩きつけたりしない。しっかりと前に出す。この面がボールに当たるようになります。そしてこっちから来るボールに関しての順手のもこの動きがこっちになるだけなので、あくまでも基本をぶらさないでやってください。この動きがこうなるだけです。そして逆手、左手も同じです。ちゃんと親指は出してください。でこのままボール来たものに対して一緒一緒一緒です。これをしっかりと守ってやってみてください。片手パンチングも両手パンチングと同じで、まずしっかり基本対面でボールを投げてもらってトレーニングしてください。しっかりと出す。この時に、ボール投げる人にもしっかり胸に投げてもらって胸に返す。この時も下にならない、下にならない、しっかりと胸で。これの時によくあるのはこういうボールの下を叩いちゃうこと。あとアッパーカット気味になっちゃうので、これは絶対にやめてください。振るんじゃなくて出す、当てるだけ。しっかり押すイメージでやってもいいと思います。では行きましょう。リラックスして、はい、一回ちょっと空振りしてしっかりと前に出す。まず右手から、そう、はい、左手、よいしょ。今はこうなっちゃってる。パンチで、パンチングだけど殴るパンチじゃないので、しっかり点でね、はい、そう、上にこう行くように、そう、左手、そう、そう、はい、 OK。で片手パンチングの、実際で使われる、シチュエーションはこのようにクロスに対してコースを変えるピンチを、脱するプレーになります。で今は緩いボールなので緩いボールしかいかないんですけど、しっかりとさっきの正面でやったのの応用で足を踏み込んで出す、踏み込んで出す。でこの時にも踏み込んで殴らない、踏み込んで殴らない。これはこのゾーンでそういうプレーをすると二次攻撃の元になってしまうので、しっかりと当てるだけ、しっかりと当てる、しっかりと当てる。で逃げる方向はこう自分は守る角度に対して斜め45度、もしくはもう少し深いところ、弾いたところをそのままシュート打たれないところがいいと思います。パンチングしてしっかりポジションまで戻る。これが1セットになります。パンチングして次の攻撃備える。ここまでしっかりイメージして練習してください。逆手のパンチングも基本的にはさっき正面でやったのと同じで、しっかりと当てる、しっかりと当てる。一番の目的はクロスボールの処理でしっかりとゴール前からボールを逃がすことなので、振りすぎず、振らなすぎず、しっかり角度つけてボール逃がしてください。あ、今みたいに体が伸びて伸びきったままやるとかすってピンチになります。しっかりと当てる。これも振りすぎるとこうなったりとかするミスが起きるので、絶対振らないでください。よくありがちなのがもうすぐピンチです。振らない、パンチングは当てるだけなので、
これで十分です。じゃあいきましょう。今のだとちょっとまだぎこちなくやっちゃってる感じあるから、もっとシャープに。今のが一番いい。なんでかっていうと、こうしっかりとこうボール回転かかるでしょ。大体かかんないとなんかこうなんかこうなるから、今のイメージして。よし。あ、そう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 。OK。さあ次は、逆手です。この時に、こう来たら、こう来て、こう開いて、こうじゃなくて、極端に言うともう、ボールに対してそのまんま、やるイメージ、うん。開いちゃうとどうしてもパワーは逃げるから。うん。そう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 。それの繰り返し。で、ボールを上げることを意識して。OK。いかがでしたでしょうか。このポイントを意識して、僕と一緒にいいキーパーになっていきましょう。このチャンネルでは、高木式 GK メソッドをお伝えしていきます。ためになったと思う方は、チャンネル登録といいねをぜひお願いします。もっと詳しく知りたい方は、概要欄のリンクをチェックしてください。そこでは、高木式 GK メソッドの一番大事な部分を無料で皆様にお伝えします。